実は尾崎さんと何度か飲みに当時行ってまして、尾崎さん当時も15の夜とかも全然歌ってバリバリの頃ですけども、共通の友達もいて、よくカラオケにも一緒に行かせてもらったりとかして。尾崎豊カラオケ行くんだ。これもひろきさん軽く言わないでくださいよ。尾崎豊の15の夜をカラオケで聞いたら死にますよ。あ、カラオケで歌ってくれるんだ。すげえ。カラオケで歌ってくれるんですよ。それも本意気で歌いますからね。へー。俺らのそのやっぱり尾崎豊のイメージは壊さないんですよ。尾崎さん当時ヘネシー飲んでたんですね。歌ってる時とか、うん、そのウイスキーうわーかけたりとか、はいはい、お客さんとかわーとか乗るじゃないですか。はいはい、そうするとウイスキーうわーとかかけて、みんなうわーって盛り上がるじゃないですか。で、まあ、こんなこと言ったらなんなんですけど、帰り割り勘だったんですけど、どうしたんですか。ちゃんとしてる。それはばらまくわ。そういうね、シャレの聞く人だったんですよ。中学生ぐらいにも書いたって言われてるじゃないですか。アイラブユーは。中3の時書いたって言われてるじゃないですか。うん、とにかくストイックではあったんだと思うんですけど、お酒飲み連れてってもらう時っていうのは、ステージの尾崎さんとはまた違う尾崎さんっていうのは何度か見させてもらいましたね。